皆さんこんにちは、千葉ドール工房です。ドール部屋を作る日記の第12回になりますね。前回はですね、まあ準備的なものが多かったので微妙な動画だったんですけれども、今回はまあもうね、家具も揃いましたし色も塗りましたので、どんどん進めていければと思います。で、今この壁の部分をですね、塗り終わったところなんですけれども、以前紹介したこのナチュラルミルクペイントっていうのを使っていました。普通のペンキよりもかなり柔らかいと言いますか、水っぽい感じなのでかなり塗りやすいと思います。で、赤だけだとちょっと明るすぎるので、下を暗っぽい色で塗ってから赤を薄めてちょっとね、表面に塗った感じになりますね。で、本当はですね、塗るところもですね、動画にしようと思ったんですけど、塗ろうと準備している時に盛大にこうペンキをですね、こぼしましてちょっと挫折したんですけれども、そういう時にもやっぱりこういう布マスカーテープっていうものをあらかじめつけておくとかなり安全ですね。まあ、構造的にはこの布テープ式の養生テープの下からこういったね、ビニールが生えてくるっていうものなんですけれども、大きいホームセンターとか業務用ホームセンターで売ってますね。私は5個セットで買ったんで何円だったか忘れちゃったんですけれども、だいたい1個200円とか300円で手に入ると思いますので、転ばぬ先の杖としてこういったものをね、ちょっとドール部屋を作るときにペンキ使いたいっていう場合も揃えておくといいと思います。はい、養生シートは外してみました。ちゃんとね、こう下の部分には色がつかないで塗れてますね。で、真ん中の部分が塗ってなかったのはこのドアユニットをつけるためですね。で、この下の白くなってる部分には以前紹介したこのダイソーとかで売っております簡易的な壁紙シートを貼っていこうと思います。このシートなんですけれども、壁紙の糊がですね、普通の壁紙の糊って生糊なんですけど、割と化学糊っぽい感じのベタベタするものがついてますので、ちょっとね、貼るの難しいんですけれども、やっていこうと思います。で、貼る前の注意点なんですけれども、こういう100円均一で売ってるワンポイント壁紙的な商品の一つの問題点として、まあこういった形で短冊状に折られて売られておりますので、1ヶ月ぐらい放置してもこういった形でですね、シワが伸びないんですよね。まあこうずっとなんかで引っ張ってれば別なんでしょうけど、そうもいかないのでちょっと考えてみました。で、やってみたのがこういった形で筒に入れて保管するんですよね。こう縦に折って、縦にロールにしてあげて、そうすれば多分伸びてくると思いますので、ちょっとこれで数日放置しておこうと思います。まあ筒がない場合は輪ゴムとかでこう丸めたままにしてあげればそれなりになると思いますので、ちょっとやっていこうと思います。それでは実際にですね、この扉のユニットですね、前回製作したこの扉型のユニットをですね、壁につけるための準備をしていこうと思います。で、壁につけるときですね、ギミックを入れるために磁石でつけようと思います。なので前に購入しましたこちらの磁石テープをですね、こちらの白くなってる部分に合わせて切ってあります。この後ろ側がシールになってますので、そのままつくと思うんですけれども、ただ木だとザラザラしてるんで普通のシールじゃつきづらいと思いますので、前回の額縁製作のビデオでも紹介しましたこちらの接着剤を下地に塗ってからくっつけていこうと思います。はい、接着剤が塗り終わったところですね。接着剤はまあこの G クリアを綿棒で塗っただけです。で、この G クリアなんですけど、革でも布でもゴムでもまあ、大体使えるんですけど、革専門店とか行ってもこれが売ってたりするんですけど、そういう専門のところとかホームセンターとか行かなくても100均だとちっちゃいサイズの G クリアって売ってるので、もし使いたい場合、試してみたい場合は100均のちっちゃいやつを買ってみてもいいと思います。まあ大きいやつはこれがすごくいっぱい入ってるやつなんですけど、170ml 入りで
600、700円ぐらいですかね。安ければ500円台だと思うんですけれども、で、まあ、他にもいろんなパイプが売ってると思うんですけれども、 G17 とかより G クリアが一番使いやすいと思います。で、このあたりのもう半分乾いてきましたので、こちらの磁石テープを貼っていこうと思います。まあ普通のテープになってますので、そのまま貼るだけですね。ちょっと難しそうというか、シール貼るのって結構ね、こう精神が神経使いますよね。こう、はい、うまくいきましたね。まあこんな感じで四隅をつけていこうと思います。はい、全部シールを貼り終えましたね。こういった形でちゃんと磁石がドアの枠にくっついてる感じになります。で、この後ですね、壁の方にですね、こちらのような、これはブリキータですね。まあブリキータじゃなくても鉄板なら何でもいいんですけれども、こういった感じで壁の方に鉄板を貼ってあげることで、結構強力に、まあ持ち上がるほどじゃないんですけど、壁にくっつくぐらいにはつくと思いますので、このブリキータを枠の太さに切って壁に貼っていこうと思います。そうすることで壁にドアユニットがピタッとくっつくようになるという寸法です。それではブリキータを切断していこうと思います。こちらのブリキータなんですけど、厚みはちょっとね、こういった商品名には書いてなかったんですけれども、多分感じとしては 0.1 から 0.15 っていうぐらいですね。で、マジックで線をつけているんですけれども、こういったハサミで切っていくことが可能です。一応これ100均で売っております金切りバサミですね。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、ギザギザがついてます。これで100円のハサミでもちゃんと切ることができますね。ただまあ鉄は硬いので 0.2 とか 0.3 になると、こういったハサミだと相当握力があってもきついような気がしますね。 0.1 ならそう大したことないので、こういった感じでハサミで切っていけます。まあ危ないので、特にこうバリが当たっちゃう方の手ですねは、ちゃんとこういった手袋とかして切っていった方が安全だと思います。うん、はい、こんな感じでね、短冊状に鉄が切れましたね。これに磁石がくっつくような形で作っていきます。まあここに磁石の余りがあるんですけど、ここね、ペタッとくっつきますね。で、ドアもペタッとくっつくような感じにするというわけです。はい、壁紙を乾かしている間にですね、前回紹介しましたこのアイアンペイントのパクリ品と思われるこうメタリックペイントをちょっと試していこうと思います。ダイソーの商品ですね。すごい100円でね、こうこれの半分ぐらい入ってますので、かなりのコスパがありますね。じゃあちょっと塗っていこうと思います。で、まあ塗る対象もいつものちっちゃい額縁ですね。もともとこういう色なんですけど、このメタリックペイントを塗るとどうなるかっていうのをちょっと挑戦していこうと思います。それでは壁紙を貼る作業に戻りたいと思います。と言いましても半分はもう貼ってしまってますので、残りの後半の方を一緒に動画に撮っていこうと思います。まず壁紙の方ですね。こちら筒に入れといて伸ばしておいた壁紙です。で、1日2日でちゃんと伸びるかなと思ったんですけど、微妙だったんで3、4日ぐらい今伸ばしていました。まあ、こんな感じで、微妙に残っちゃってるんですけど、やらないよりは全然マシな感じになってますね。で、この壁紙でこちらに貼っていこうと思います。それでは実際に壁紙を貼っていきます。で、貼るときにこういった感じで貼った後にはばきをつける場合は、そこまでこう頑張ってこうギュって床につけなくてもいいんですけど、今回は下に家具を置いたりとかしたいので、家具が浮かないような感じにしたいので、はばきなしでつけていこうと思います。で、そういう時のポイントなんですけど、こうギュッとつけてそのまま貼っていこうとするとですね、
ょっと分かりづらいかもしれないんですけど、ビニールがちょっとですね下に余って余分に出てるんですよね。シールの台紙の方が、台紙のビニールが余ってますので、まずここだけ少しカットしていきます。まあ、カットは簡単で、少し浮かせてあげて、この点線とかがありますので、まあ、ちょっとだけ端っこをずっと切っていく感じですね。こういう感じで少しだけ剥がしつつ、下の方にハサミを入れてどんどん切っていく感じになります。まあ1センチぐらいあれば余裕だと思いますので、こういうふうに短冊状にどんどん切っていく感じですね。そしてもう一つのキーポイントなんですけど、下面だけではなくて最初にこう接着する方向ですね、接着する方向も1センチぐらいちょっと切ってあげとくと、位置決めをした時にそこから始めやすいので便利です。なのでこっちもね、あの1センチぐらい短冊状に切っていきます。こういった形で切っていけばいいですね。はい、はい、壁紙のですね、こちらの面とこちらの面ですね、一番上と一番横だけ1センチぐらいこのフィルムを剥がした状態にしています。でそのままですね、こう下に隙間が開かないようにある程度押し付けてあげて位置を決めていきますね。こういった感じで隙間が開かないように位置決めをしてあげます。はい、位置決めが終わりました。位置決めをちゃんとやっておかないと、こちら側が少し浮いてるだけで、こっちでは1ミリの隙間だったとしても、こっちにまで行くときにもう1センチぐらいの隙間になっちゃったりするので、そのあたりは慎重に行ってください。で一応位置決めしたと同時に、下の方だけ少しシールを剥がしてありますので仮止めにもなってます。で今度はこちらですね、こちらも少し剥がしてありますので、まずこちらからシールをそのままペタッと強くくっつけていきます。これで位置がちゃんと決まるような感じになりますね。ここはちゃんと頑張ってつけていって、角になってるところはこういった、まあ、30センチ定規とかでこうちゃんとつけていく感じになりますね。先ほどの作業でもちゃんとね、この端っこだけはくっついた状態になってます。で一回ですね、こうちょっと軽く剥がしてあげる感じにします。あの携帯とかね、液晶フィルムを貼るときと同じような要領で、この端っこだけまずくっつけてあげて、あとのやつを徐々に剥がすような形でつけていく感じになります。はい、シールのこの台紙の部分の耳がですね、こう少しずつ剥がして、だいたいまあ10センチぐらいずつこう浮かせてあげて、それで逆にこう畳んでくっつけてあげるっていうのをこの後は繰り返すだけになります。なんですけど、これって生のりじゃなくて本当のシールタイプなので、本当にこの作業は慎重に行った方がいいですね。どうしても生のりの場合って後からこう微妙に動かしたりできるんですけど、あと付け外しも楽なんですけど、こういった本当にガンプラのシールみたいな感じのシールなので、できればこういった感じで少しずつね貼っていく感じにするといいと思います。でよく生のり用の壁紙用のローラーとか売ってると思うんですけど、こういう隙みたいなやつとか、この金属製のとかあるんですけど、この場合シールなので、生のりの場合はこうローラーとか使った方が楽だと思うんですけど、この場合はこういった定規とか手で本当に少しずつ貼っていく方が綺麗にいくと思いますね。はい、じゃあどんどん進めていこうと思います。はい、途中まで貼りました。まあね、かなり苦戦したんですけど、ここまで来ました。こっち側結構ね余裕でできたんですけどね、うまくいかないときはうまくいかないもので、この角ですね、角のつける場合はこういった定規でこうね締め付けてあげつつ感じですね。はい、全部貼り終わりました。でちょっと余った部分があると思う、出てしまった場合はこういったカッターで切れ目を入れてあげて、後からこうね剥がしてあげるだけで綺麗に仕上がります。でこの後にこのドアをくっつけていくような作業に移っていきます。
少し余談なんですけど、千葉ドール工房ってすごい古い民家を事務所にしてるので、壁がこう斜めってるんですよね、もともと。で、多分こちらこう外側に反るような形で斜めっていると思うので、こちら側綺麗にこうくっついてると思うんですけど、こう斜めっているせいでこっちが少し浮いちゃうんですよね、悲しいところことに。一応この床板はちゃんと水平器で水平保ってるんですけど、壁が反ってるんでちょっと隙間が空いちゃうって感じで悲しいですね。まあなので何かこの辺には家具を置いたりとかっていう感じでやっていこうと思います。まあどうしても古い家とか、まあいい加減な作りの家って壁が歪んでるだけじゃなくて傾いてるとか床が傾いてるとかもあるので、こういったね長方形のものとか正方形のものを貼るときってどうしても歪みが出ちゃうんですけど、まあそういった場合はだましだましやっていくっていう、こう広い心を持ってやらないとちょっと心が折れてしまうので、その部分だけは注意した方がいいかもしれません。それでは玄関ドアの台座部分をくっつけていこうと思います。こんな感じでね、木工用ボンドを塗ってあげてます。でそのままつけるだけですね。本当は釘とかで留めた方がいいと思うんですけど、こういう荷重がかからない場合は別に接着剤だけでも大丈夫だと思います。ちょっとね乾くまで待っていこうと思います。はい、ボンドを塗ってから一晩経ちましたので、かなりガッチリくっついてますね、台座が。でこの後このドアの後ろに仕込んでる磁石にくっつけるためのこの鉄板ですね、それをくっつけていこうと思います。こういう風にくっつけていけば、この磁石でちゃんとねこのドアが固定されるという形になります。まあ普通にちっちゃい釘で打っていこうと思います。で釘なんですけど、まあ、こんな風に磁石で固めてますね。袋に入れとくと結構バサってこう撒いちゃうことがあるんですね、事故ることがあるんですけど、こういう強力な磁石で固めておくとそういう事故がないのでおすすめです。それでは打っていきます。それでは打っていこうと思います。打つ前にこう打とうと思うところをこういう千枚同士みたいのである程度穴を開けてあげてると楽にできます。でこういった感じ、すごい短い釘とかはこういう割り箸に、割る前の割り箸にこう引っ掛けていただいて、こんな感じですね、引っ掛けていただいて打っていけば事故らないと言いますか、指を打たないで済むので安全です。こうやってある程度まで打って外して、最後までつけて固定する感じになります。これを繰り返していく感じになります。釘で全て枠状に鉄板を張るのが終わりましたので、最後にこういった感じで、これはまあネットで拡大写真だか絵だかを拡大コピーしただけのものなんですけど、こういったね普通の磁石でくっつけていきます。で磁石に当たる部分はあらかじめ穴を開けてますので、引っかかったりしないようになってます。でそのままですね、こう枠をつけていただくと、もうドアがちゃんとくっついて、ドア開けるとこういった感じで景色があるみたいな風に演出できますね。まあこの写真だと少しこう池が手前に来ちゃうのでちょっと変な感じなんですけど、良さげなねイラストがありましたらまたちょっと試してみようと思います。まあ、本日の最後にこのダイソーで売ってますメタリックプリントをちょっと塗ってみたのの例ができましたので最後に紹介させていただきます。こっちのメタリックペイントブロンズの方がこういった感じですね、結構隠蔽力が強いので2回塗りでも全然綺麗にできますね。1回塗りでもまあありっちゃありな感じなので、めんどくさい方は1回塗りでもいいと思います。こっちはブロンズタイプですね。でもう1個の方のこっちコッパーですね、カッパーはこういったちょっと赤銅色と言いますか赤っぽい銅の色になりますね。2つ並べると結構
違う色ですね。こっちの方がやっぱり赤っぽいので、まあ好き嫌いがある感じですかね。好きな方を使えばいいと思います。でちょっと光沢がある感じもありますので、高級感がありますかね。でこちら前塗った方ですね、こちらはあの純正品のアイアンペイントで塗った方なんですけど、こっちはかなり落ち着いた感じになるんですけど、こっちはテカテカな感じになりますね。こっちは落ち着いた感じで、こっちはテカテカという感じなので、まあそのあたりの質感に対しては好き嫌いもあると思いますので、使い分けてみればいいと思います。まあ割と使えると思います。ただこちら100円で売ってる方はプラスチックには塗れないみたいなので、木とか塗る場合でしたらこっちで十分だと思いますけど、いろんなもの塗りたいっていうんだったらこのホームセンターとかで売ってる方の方がいいかもしれませんね。という感じで今回はドアができて部屋もだいぶできてきたので、次回からは家具をどんどん増やしていこうと思います。それではまた。